何してるん？え？いや僕働いてるんですここで。なんで？YouTube を。YouTube だけじゃやっぱりさすがにご飯食べれないんで、もう働き出しました。もう座ってください。どうぞどうぞ。何飲みますか？ジンジャーエールちょうだい。ジンジャーエールでいいですか？きれいさっきおしぼり出そうか。はい。おしぼり。おしぼり。あ、ジンジャーエールでいいですか？うん。あ、ジンジャーエール。お待たせしました、ジンジャーエールです。ちょっと仕事をしているわ。あ、お願いします。やっぱりこれ、接客ぐらいです。はいはい。さっきあんま声出てへんかったから。はい。ちょっと腹の底から、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、そう言ってました。いや、聞こえないんだ、今回。聞こえてへんの。あっちゃってー。語尾気になる。はい、ちゃんと言おう、今回。ちゃんと言って、ちゃんと言って。ちゃんと言おう。あっちゃってー。腹の底から。いらっしゃいませよ。腹の底で、お腹の底からですか？そう、お腹の底から。さっ！寿司のプラット。おう！今伺った注文は店長作ってくれてるんで、また何かあったら呼んでもらっていいですか？了解。お疲れ。ネイル変えてん。変えてるよ。めっちゃ可愛い。そう。すごっ。犬ぐらい可愛いやん。ありがとう。可愛い、めっちゃ可愛い。なんかさ、最近な、免許取ろうと思って教習所通ってんねやんか。あ、免許？そう。ミッション？あ、ミッションね。珍しいものこれ。そうそうそう。この前初めての練習で、そうめっちゃ緊張してて。緊張するの最初だし。シフトレバーを握ろうと思ったんやけど。あ、シフトレバーね。そう間違えてさ、教官のを握ってしまって。教官のを握ってしまった。そう教官の腕をね。あ、腕ね。腕合うな。腕を握った。そうちょっと恥ずかしかった。あ、そうなんや。あ、なんかそのミッションとかやったら乗りたい車とかあるんじゃん。ある。あ、どんなやつ乗りたい？軽トラ。物見さしてもその手は離さない。てかさ、この時間のバイトってお腹すかん？わかる。めっちゃわかる。この時間マジでお腹すく。めっちゃお腹すいた。なんかすごいか？いいの？パッて作れるけど。本当に？あれどうだ？あ、じゃあちょっとパッて作ってくる。うん。お待たせ。あ、ありがとう。普通に唐揚げ、俺ずっと育ててて、ひよこから。あ、そうなんで、10年ぐらい育ててるけど、今さばいてるからめちゃめちゃ新鮮やと思う。じゃあ、いただきます。普通に食べても美味しいんやけど、ポストイートチリソース、俺もよかったらつけてもらって。テストリー初めていただきます。美味しい。ああ、よかったよかった。別にあれやで、バッて作っただけやから。あれやと思う。本当にさ、お店のメニューできるんじゃん。こんなうまい。うん、めっちゃ美味しい。これから出そうか。っていうことで、冗談ですやん。実はですね、こちらのお店で一日店長をさせていただけることになりまして、その告知動画でございます。どうもすいません。ということで、11月の17日、金曜日、18時半から、こちらのお店で僕一日店長してますので、こちらのさっき出てきたスペシャルメニューとか、当日ご用意してますんで、概要欄にも詳しく書いてますので、そちらからちょっとチェックしていただいて、ご予約も、僕に DM でできますので、お願いいたします。ということで、本日はありがとうございました。当日、お待ちしております。